ウィリアム・ブース・ウィリアム・ブースは、イギリスのメソジスト説教者。旧世軍の創立者にして、初代代償。このキリスト教運動は1865年に、ロンドンで創立され、世界中に広まった。軍隊式の組織を持っているのが特徴であるが、物質的な武器によらずに、運動を広めていった。救世軍は今日、世界でも、最大規模の人道援助の事業団体の一つとして、 知られている。イングランドのノッティンガム視に生まれる。父は家屋建築士で、一時は多少の財産を得たが、間もなく投資に失敗して、その全財産を失った。彼はブースが13歳の時、極貧のうちに死んだ。母は気丈な女性で、夫の死後はブースと二人の姉妹の三人の子供を養育したばかりか。 後には多少、夫の失った財産を取り戻すほどの働き者だった。また、事前の心も深く、小敷に何も与えず家の前を去らせることはなかった。ブースは後年、私は父よりも母から影響を受けたと語った。ブースが14歳の時、彼はある夜に、徒弟仲間と一緒に散歩に出て、計らずも、ジョンウェスレー派の教会の前に来た。 多くの人が教会へと急ぐ中連れ込まれ、実は日明かし半分で街道に入り、アイザック・マースデンの説教を聞いた。マースデンは、当時有名な説教者であった。彼は説教で、時計の音のこちこち言う間にも、世界のいずこかに永遠に向かって旅立ち、その平常の罪悪ゆえに地獄に落ちる人ありと、警告を与えた。ブースは、この説教を聞いて、とても感動し、 彼がキリストに救われる土台が築かれた。翌年、米国人の巡回伝道者であるジェームズ・カウエイがイギリスを訪れ、ノッティンガム市で説教した。カウエイは当時有名なリバイバリストで、至るところで多くの人々を悔い改めさせていた。ブースは彼の説教を聞いてライカに打たれたように感動し、悔い改めて信仰に入った。マースデンがブースの中に昨年巻いた手は カウエーによりて完成された。彼がこの時に受けた霊感は大変異常なものであり、彼は心の奥より変えられた。ロンドンにキャサリン・マンフォードという娘がいた。彼女は1829年1月17日生まれである。その父はメソジストの伝道師を務めたことのある人であった。キャサリンは12歳の時少年禁止会の初期を 勤めたが、罪から救われたとの自覚を持ったのは16歳の時で、あった。キャサリンは19歳の時からメソジスト改革派に、属していたが、ブースの説教を聞く機会があった。数日後に、ブースはキャサリンにラビッツの家で正式に紹介され、1852年5月15日に、婚約した。ブースもキャサリンも23歳であったが、キャサリンはブースより3ヶ月年上だった。 それから、後、三年の長き間二人は、巨根として清い交際を続け、1855年6月15日、ストックウェール新街道で結婚式を挙げた。1865年7月2日ブースは12人の勇士の招きに応じて、ロンドン東部の貧民屈に入った。最初の予定では、向こう数週間ここで魂の救済を解くのが目的であって、これが、 救世軍の起源となるとは、他人はもちろん、ブース自身も思っていなかった。しかし、この救済活動の最中、ある夜ブースは、居酒屋の前を通り、そこに集まった人々のありさまを見て、彼らが最も救いを必要とする人々であり、これらのならず者や、娼婦のために一心を投じたい感じた。彼は帰って、妻にその理由がたり、 ついにこの日ミンクスに留まって長く彼らの魂のために働こうという決心した。ブース夫人はロンドン中の最も大きな会場でしばしば大集会を開き、上流階級、中流階級の人々を集め、ロンドン東部でのブースの活動を紹介し、賛同者は増加した。ブースは新しい教派を形成するつもりはなかったが、 上中流の教会に、貧民の改心者を紹介しても、喜んでは、受け入れず、受け入れても十分な世話をしなかった。またブースの伝道に協力するものが必要であったので、やむなく、ホワイトチャペルで、東ロンドン伝道会を組織した。1870年には、キリスト教伝道会と解消し、さらに1877年、キリスト教伝道会は、義勇軍ではない。 常の利兵すなわち、救世軍であるとの霊感により、キリスト教伝道会、一名救世軍と命名し、それがやがて救世軍となった。1879年12月には、週刊の時の声を刊行、翌年には士官学校を設立するなど、組織整備も進み、1880年2月にアメリカへ、1881年にはフランスへ士官を派遣した。 1888年秋、ロンドンで第一回万国大会を開催し、16カ国から2004名の士官が集まるなど、活動の舞台は世界規模に広がっていった。早稲田大学を訪れたブース1907年には日本を訪れ、旧西軍大将の軍服を着用したまま、明治天皇に謁見したほか、日本各地を転戦して、官民の熱烈な歓迎を受けた。 ブースは教育機関での正規の進学教育はほとんど受けられていなかったが、旧西軍設立の功績からオックスフォード大学より名誉進学博士号を授与されている。晩年には盲目となったが、常に貧民の身を暗示、中国伝道を支持し、何時、もしただ信ぜば、神の約束は確実なりと唱えて、この世を去った。 ロンドン近郊のアブネーパーク墓地に埋葬された。ありがとうございます。